俺は中山優馬。今は在宅で動画編集の仕事をしている。昔からパソコンやゲームが好きだった俺には天職だと思っている。特に学校で学んだわけではないけれど、子供の頃から独学でやってきているから経験はそれなりにあるし、そこそこの動画は作り出せている。収入もそれなりにあるので、引きこもり気味の毎日だけれども不自由はしていない。思い返せば俺がこんな仕事をしているのはゲームが大好きだったということから始まっている。小学校低学年の時に親にゲーム機を買ってもらってからゲーム三昧で、やりすぎて怒られることもしばしば。テストの点数が悪すぎてゲーム機を隠されたこともあった。 YouTube でゲームの実況を見てはプレイスキルを学んだり、新情報を仕入れたり、次第に高スペックを求めてゲーミング PC を買ってもらって、俺はどんどんのめり込んでいった。小さい頃は魔王を倒す勇者に憧れて冒険の真似事をしたり、おもちゃの剣を振り回したりして悪者をやっつける真似事をしていた。魔法だって使えて空も飛べる。いつかそんなかっこいいヒーローになれると思っていた。でも現実はそんなことはなかった。上級生にからかわれている女の子を助けようと向かって行っても反対に泣かされたし、空を飛べると思ってジャングルジムのてっぺんからジャンプしたら着地に失敗して怪我をしてしまった。いくら頑張っても魔法は使えなくて、どこからどう見ても俺はただの凡人だ。小学生のうちはゲームの話で盛り上がっていた同級生も、大人になるにつれて興味は別に移っていく。勉強もスポーツもせずに家でゲームをしてばかりの俺が孤立するのも当然だった。でも俺は正直全く気にしていなかった。友人関係なんて煩わしいと思っていたし、とにかくゲームがしたかった。周りが自分のことをどう思っているかなんて気にするだけ無駄だと思っていたし、オンラインゲームには仲間がたくさんいた。ちょっと一匹狼的な俺ってかっこいいかも、なんて中二病みたいなことも思っていた。そんな感じで周りと慣れ合わずにいたら、俺に話しかけるやつなんてそうそういなくなっていたけど、一人だけずっと突っかかってくる女子生徒がいた。彼女の名前は北村さや。ちょっときつめの猫みたいな目をしていて、長い髪をポニーテールにしているクラスの委員長だった。公明正大で誰にでも優しく、文武両道の名が示す通りバレーボール部のエースであり、英語のスピーチコンテストで県代表に選ばれたこともある彼女は、なぜかわからないけれど俺にだけ冷たかった。中学1年の4月、初めて同じクラスになり隣の席になった俺たちは、そこで初顔合わせのはずだった。でも彼女曰く違うらしい。覚えてないの？一緒のクラスだったじゃない。ああ悪い、俺他人に興味ないんだよね。そんな会話をしたことは覚えている。しかし小学生の時に同じクラスだったことはすっかり忘れていて、そのことに北村は随分腹を立てていた様子だった。ちょっと中山くん、髪の毛に寝癖がついてるわよ。また寝坊したの？少しは身だしなみに気を使ったら。あ、うん。姿勢も悪くて猫背でみっともない。だからモテないし友達も少ないのね。わざわざ俺の前に現れてはそんな嫌味を言って去っていく。そりゃ夜遅くまでゲームをやってれば寝坊もするし寝癖もつくし、姿勢だって悪いけれど、そんなこと北村には関係ないのに。他のやつと話しているときはいつもニコニコして人当たりもいいのに、俺に対してだけはいつも眉間にシワが寄った顔で怒りながら話してくる。嫌われているに違いないと判断した俺は、極力彼女に近づかないようにした。高校に進学してからも北村は何かと突っかかってきた。彼女は成績優秀だったからもっと偏差値の高い高校に行けたはずなのだけど、俺と同じく近場の高校に進学していた。もっとも彼女は特進クラスで俺は普通クラスだったけど、クラスが変わったはずなのになぜか毎日鉢合わせして、ワイシャツがヨレヨレだの、ネクタイが曲がっているだの、母親よりも口うるさく嫌味を言ってくる。その頃にはもうすっかり慣れてしまって、はいはいと聞き流すようになっていた。当時俺はとあるゲームにはまっていて、自分でプレイするだけでは飽き足らず YouTube の実況動画を頻繁に見ていた。休み時間も下校途中も常にイヤホンをして動画を見ているような状況だったのだ。あまりにもハマりすぎたため、ついには自分でも動画を作成するようになった。まだ高校生なので
学校や親に迷惑がかからないように顔出しはせず、音声も加工して実況するようになったのだ。純粋に自分のプレーを人に褒めてもらうのは嬉しくて、俺はどんどんのめり込んでいった。しかし、視聴者が期待する動画を作成するには時間が足りなくなってきたため、学校を休みがちになってしまった。学校と動画配信、2つを天秤にかけ、結局俺は動画配信を選んだ。ほとんど勢いで退学届を出して、動画1本で生きていこうと決めた。親はもちろん反対したけど、何日もかけて説得してようやく折れてくれた。条件として家に一定額の生活費を入れることを約束して認めてもらったのだ。しかし、ほとんど勢いで高校を中退し、友人と言える人物もいなかった俺は、人のことなど気にしないと言いながらも、将来に一抹の不安を感じていたのだった。そんな時、実家に手紙が届いた。中学校の同窓会の連絡だ。特に中学の時の思い出なんてないし、会いたい人もいるわけがない。欠席に丸をつけて出そうと思った時に、不意に北村のことを思い出した。あのツンツンした彼女は今何をしているのだろう。優秀だったからいい会社に就職しているのかも。少し姿だけ見てみるかと、ちょっとした出来心で出席に丸をつけた。嫌な思いをしたならすぐに帰ればいいなんて、その時はそんなことを思っていた。同窓会当日、地元で一番大きなホールに行くと、同じ中学であっただろう人たちが何人も集まっていた。やべえ、誰もわからん。やっぱり場違いだったかもしれない。そんなことを思って引き返そうと足を止めた。すると、あれ？中山か？と明るい声が聞こえてきた。手を振って駆け寄ってきたのは、人懐っこそうに笑みを浮かべた男だった。同級生なのだから、どこかで見たことがあるのは当然であるが、名前が出てこない。困ったように笑ってごまかそうとすると、彼は大きな口を開けて笑っていった。覚えてなくても無理ねえよ。俺、西川さとし、中1の時同じクラスでさ、結構お前とマイクラの話したじゃん。ああ、西川か。坊主じゃないからわからなかった。俺、中学の時ずっと坊主だったもんな。今はイケメンになっただろ。ああ、うん。うわ、冷めた反応。これでこそ中山だよ。ゲラゲラと笑いながら、西川は俺の背中をバシバシと叩いてきた。何がおかしいのかわからないが、楽しそうで何よりだ。曖昧に笑い返しながら、西川と並んで歩き、結局は受付まで来てしまった。受付を済まして会場の中に入ると、すでにたくさんの同級生が来ているようだった。周りを軽く見渡してみても、北村の姿はないようだった。そういえば中山さ、西川が俺に何か話しかけようとした時だった。もしかして中山くん？背後から女性の声が聞こえた。そこに立っていたのは、随分と女性らしくなった北村だった。すっと伸びた背中に伸びる艶やかな髪や、釣り目がちだが、丸くて大きな目は相変わらず魅力的で、周囲の視線を集めている。しかし、周りの視線とは裏腹に、そのトゲのある音声に、俺は思わず体をすくませた。誰かと思ったら中山くんじゃない。久しぶりね。高いヒールをカツカツと鳴らしながら、北村がこちらに歩いてくる。相変わらずその眉間には、深くシワが刻まれている。せっかく美人なのにもったいないなんて、ぼんやり思っていると、彼女は俺の前に立って睨みつけてきた。俺の頭からつま先までじっと見て、ふっと見下したように笑うと、さらに口を開いた。そういえば、中卒でニートなんだってね。高校も途中で辞めちゃうし、相変わらず引きこもってるの？ゲームばっかりして、社会人として恥ずかしくない？相変わらずの嫌味に思わず苦笑する。なんだか学生時代に戻ったような気分だ。大体ね、今日のスーツもダサすぎ。ネクタイの柄も変だし、何より似合ってない。安物だって一目見ればわかるのよ。底辺の暮らししてるんじゃない？これだから中卒のニートはダメね。おい。なぜか俺よりも隣の西川の方がイライラしているようだ。俺はいつものことだったから気にしていないのに。北村やめろよ。中山はな。何よ。全部本当のことじゃない。中卒でニートの引きこもりでしょ？いや、こいつの年収3億だぞ。はぁ？何言ってんのよ。こいつ、
人気 YouTuber で年収3億だってな。本人の口から言ってやれよ。バカにされて黙ってんなって。あ、いや、俺よりも西川の方が怒りを見せているので逆に冷静になってしまう。そう、俺は今ゲーム配信者の YouTuber として人気を博していた。最初は趣味で始めたゲーム配信だったが、気がつくと俺のチャンネルの登録者数は50万人を超えていて、視聴回数もうなぎ登りに増えてきている。というか、なんで西川は知っているのだろう。俺は YouTube では顔出ししていないのに。ふと北村を見ると、大きな目をさらに大きく見開いて驚いたように俺を見ていた。だんだんと顔は青ざめてきて、唇も震えている。本当なの？さっきの威勢のいい闇とは違い、小さい声で聞いてきた北村に俺はうなずいて肯定を示した。ああ、実はそうなんだ。ちょっと恥ずかしいけど。何よ、そんな顔して私のことバカにしてたのね。違うって。ずっとそうだったじゃない。私が何言っても聞き流して、人と関わらないようにして、大事なことだって忘れるし、周りに興味がないって言っても限度があるのよ。北村、そのずっとそうやって周りと関わらないで生きていく気？あんたはそれでいいかもしれないけどね、あんたを気にかけていた人がどう思うか一度考えてみたら？もう大人なんだから、自分が一人で生きてきたなんて思ってないでしょ？北村のその言葉に俺ははっと胸を打たれた。確かに俺は周りのことなんて気にしないで生きてきた。人と関わらない生活は余計なことを考える必要もなくて楽だった。でも本当に誰とも関わっていないのかと言われれば、そんなことはないのだ。両親をはじめ自分の家族はいつも気にかけてくれていたし、学生時代には西川のように話しかけてくれる人もいた。話が合わないからと壁を作っていたのは自分の方ではなかったのだろうか。それに北村、彼女は嫌味を言うことはあっても理由があることばかりだった気がする。寝癖や服のシワ、姿勢が悪いなどということは指摘しても、それらは全て事実で、言い方がきつくとも間違ってはいなかったのだ。ごめんなさい、言い過ぎたわ。北村に何も言葉を返せなかった俺は、そうやって去っていく彼女の後ろ姿をただ見送るだけだった。その姿は記憶の中の彼女の姿とは違って、なんだかとても小さくて頼りなく見えた。なんだよ、北村のやつ言いたい放題言いやがって。西川は怒りを隠しきれないとばかりにそう言った。いや、北村は間違ったことは言ってないんだ、今も昔も。なんだよ、なんでお前が北村のことをかばうんだよ。ずっと嫌味を言われてきたじゃないか。そうなんだけど、俺が周りに無関心だったことは事実だし、だらしない格好をしているのも事実だし。にしたってあの言い方はないだろう。それはそうだけど、確かにきついことを言われていたし、傷ついたこともあった。でもどうしてか北村の小さな背中が思い出されて仕方ない。この同窓会に来たのも彼女を思い出したからだった。西川ごめん、ちょっと行ってくる。 おい、どこ行くんだよ。西川の声に答えず、俺は半ば衝動的に走っていた。どこに行くのかなんて俺だってわからない。北村のいるところだ。彼女を探して俺は会場の中の人混みをかき分けて進んだ。北村、見つけた。北村は会場の外のベンチに一人座っていた。いつもちゃんと伸びていた背筋が今は小さく丸められていた。中山くん、どうしてここに？ちょっと北村と話したかったんだ。いいかな？北村がうなずいたので、同じベンチに少し離れて座った。彼女はまだうつむいたまま顔を上げようとしない。北村が俺に言ったことを考えたんだ。俺、自分が好きなことをやれればいいってずっと考えてて、前しか見てなかったって。人と関わらないで自分の世界で生きていくってすごく楽なんだよな。周りに気を使わないから。でもそれって周りの人たちをないがしろにしているのも同じことなんだって気がついた。北村が俺に言いたかったのってそういうことだろ？言葉を切って彼女を見ると、彼女も俺を見ていた。少し顔が赤い気がするのは外気が冷たいからだろうか。北村ってさ、すごくきついことを言ってるように見えて、実は俺のために叱ってくれてたんじゃないかって思ったんだけど、違うかな？その時
彼女の顔がさらに赤くなった。耳まで赤くなって、なんだか可愛らしく見えてくる。別に、そんなことないわよ。ただみっともなくて見てられなかっただけだし。そうか。彼女のこれは、きっと照れ隠しだ。北村は結構照れ屋なのかもしれない。昔の俺って、北村が言うことをただ聞き流してスルーしてたなって。せっかく指摘してくれたのに。だからごめん。もっと北村の話をちゃんと聞くべきだった。謝るのは私の方。きつい言い方しかできなくて、ひどいこともいっぱい言った。傷つける言葉ばかり選んでた。ごめんなさい。俺たちはお互いに深く頭を下げた。二人でお辞儀をしたまま、二人ともあげようとしない。どうしようかとタイミングを失って、ちょっとだけ目線を上げると、北村と目が合った。どうやら同じ気持ちだったらしい。俺たちは同時に笑い合っていた。半分泣き笑いみたいになっていたけど、二人で気が済むまで笑い合って、昔のわだかまりが溶けていくような気がした。北村は小さな時に、俺が助けた女の子だったらしい。彼女はずっとそれを覚えていて、再会を楽しみにしていたのに、俺が忘れていたから腹が立ってしまったそうだ。それであんなに俺にきつく当たっていたのかと思ったらそうでもないらしい。あれは、ツンデレだな。ツンデレ？西川が下り顔でそう言った。あの同窓会から、西川とも連絡を取り合うようになった。こいつは重度の声優ファンで、並々ならぬ聴覚を持っているらしい。たとえ加工していたとしても、話し方の癖や、息遣いで本人を特定できると自慢げに語っていた。少し気持ち悪い。いや、ツンデレってだって、好意を持っている人の前ではいつもの自分でいられないってやつ。絶対そうだろ。今度のデートだってあっちから誘ってきたんだろ。いや、たまには外に出ないとカビが生えるからって。お前のことめっちゃ気にしてんじゃん。デートだよ、デート。そう思ってエスコートしろって。誰かと出かけるなんて初めてで、どうしたらいいのかわからない。西川からアドバイスをもらいながら当日を迎えるも、待ち合わせ場所に待っていたのは、いつもの眉間にシワを寄せた北村だった。ちょっと何その服、季節に合ってない。シャツとパンツの色がおかしい。靴だって汚れてるし。それに髪型、もうちょっとなんとかできないの？容赦ないダメ出しに、少し心が折れそうになる。でも、その後の北村の行動に心が跳ねて、気持ちが上向きになった。もう、仕方ないから私が選んであげる。ちゃんと聞いてよね。そう言って俺の腕を取り、上目遣いに見上げる彼女の方は少し赤くなっていて、なんだかとても可愛らしかった。これがツンデレの威力なのかもしれない。そう思うと、これから先が心配になるほど、ドクンドクンと心臓が激しく動いていた。何度か北村に会うと、その度に髪型や服装をダメ出しされて直されていく。果てには、食生活や睡眠時間なども口出しするようになってきた。少し口うるさいとも思うけれど、それはすべて彼女が俺を心配してくれているからだと思うと、なんだか嬉しく感じてくる。確かに彼女の言う通りに生活を整えると、体の調子もいいし、肌ツヤも良くなったような気がする。久しぶりに北村と一緒に西川に会うと、驚いたように口をパクパクさせていた。お前、垢抜けたなんてレベルじゃないぞ。そんなイケメンだったなんて、裏切り者。何を言ってるんだ。私がいろいろプロデュースしたんだもの、当たり前でしょ？昔から素材はいいと思ってたんだけど、無頓着すぎて、この人。イケメンとかよくわからないけど。北村が喜んでくれるならいいかと思って、彼女の言う通りにしてきただけなのだ。彼女好みになれたのなら、願ったり叶ったりで、別に周りの評価がどうとか関係ない。YouTube も顔出しすれば？話題になるって絶対。いや、それはそれで面倒だし。もともと人前に出るのは得意じゃないし、見バレしたくないから、顔を出していなかったのだ。周りに認知されず、ひっそりと過ごしていきたかったというのもある。しかし、そんなことも言ってられなくなってしまった。ライブ配信をしていた時に、うっかり素顔が映り込んでしまったのである。ほんの数秒だったが、はっきりと分かったらしく、次の日にはネットニュースのトピックに、人気 YouTuber の素顔発見とまで掲載されてしまった。とんだ誤算だ。
いっそもう顔出しして何でもやればいいじゃん。歌ってみたとかさ。西川は笑いながらそんなことを言う。面白がっているのは丸わかりだ。私もいいと思うよ。中山くんの歌悪くなかったし。あ、別に褒めてるんじゃないからね。客観的な意見で。やる。西川が言うとそんなことはないのに、北村が言うとやる気が出るのは不思議だ。彼女の好きな曲をリサーチして動画を作ろうと決めた。すると意外と好評で、登録者数も再生回数もうなぎ登りになっていた。北村や西川のリサーチ力、プロデュース力は侮れない。俺はますますやりがいを感じていた。結構英語のコメントも来るようになったね。ほら、これとか。これは、フランス語かな？北村読めるのか？コメント欄を見ながら北村はそう言った。彼女が指したところを見ると、馴染みのない言葉が並んでいる。英語は得意だし、他の国の言葉も少しはわかるよ。これは、あなたの歌に涙が出ました。だって。すげえな、俺。勉強してなかったし、全然わかんねえ。別にすごくなんてないわよ。ちょっと勉強したことがあるってだけで。いや、その勉強したのがすげえって。そっか、いろんな言葉がわかれば、もっと多くの人たちに俺のチャンネルを知ってもらえるかな。そうかもしれないわね。少なくともコメントは読めるようになるんじゃない？うん、そっか、そうだな。この時に俺の心の中で一つの変化が生まれた。もっと多くの人と関わりたい。多くの人に見てもらいたい。もっともっと高みを目指したい。そのために努力したい。勉強したい。そんなことを考えたのは初めてだった。でも中山くんの方がすごいと思う。こうやって自分自身の力で成功して、いろいろな人に影響を与えてるじゃない。俺は好きなことをやってるだけで。好きなことを貫いて仕事にしてるというのはすごいことだよ。かっこいいと思う。かっこいい？え？これは本音だから。素直になった北村は顔を真っ赤にして視線をそらしてもちもちしていた。なんだこの可愛い生き物。いつもあんなにしっかりしてるのに、こんなに可愛いなんて反則じゃないか。俺もとうとう頭がおかしくなってしまったのか。彼女のことしか考えられなくなってしまった。北村、あのさ。ここから俺たちがどうなったのかはちょっと恥ずかしくて語りたくない。 YouTuber をやりながら勉強したい。そう思った俺は定時制の高校に入学して、まずは卒業を目指すことにした。ゆくゆくは大学進学も視野に入れている。知識が頭に入るたびに自分の世界が広がるような気がして気持ちがいい。中高生の時にこんな気持ちを知っていればよかった。今そう思っても遅いけど、いつだってやり直せる。それは自分次第だと気がつくことができた。あの同窓会での再会は俺の人生を大きく変えた。自分自身の力だけで成功できると思っていたけれど、実際はいろいろな人に支えられていると気がつけたのは、恋人と親友のおかげだったと思う。そして現状に甘えず、さらなる飛躍を目指そうと思ったのも、努力次第で未来はさらに変えていける。だから俺は諦めない。充実した未来のために、何にでもチャレンジして一歩踏み出していきたい。少しだけ素直になった恋人にもっとかっこいいと思ってもらうためにも、ずっと最前線を走り続けると心に誓ったのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。上司命令だと言っただろう。聞こえなかったのか？ごちゃごちゃ反論してうるさいんだよ。そこまでして残業から逃げたいのか？そんな奴はうちにはいらない。クビだ、クビ。毎日定時で上がる俺に、新しく赴任した上司は無意味な残業を押し付けてくる。それを断れば、クビだと宣告されてしまった。しかし彼は知らない。俺が何者なのかということを。そして、その宣告がまさか自分の首を絞めることになろうとは。俺は神田良一。
染料メーカーに勤めるサラリーマンで、現在研究開発部に在籍しており、日夜会社の扱う染料の研究に勤しんでいる。ありがたいことに、ここ数年うちの会社で取り扱っている染料のほとんどが俺が生み出したものだ。それは何回布を洗っても色落ちが少なく発色もいいもの。もちろんその分他の企業に比べて原価が高いものもある。最初は役員たちからもちゃんと売り上げが出るのかと心配の声が多かったけれど、実際に世に出してみればそのどれもがヒットしてくれて順調に実績を積むことができている。そんな俺がそもそもなぜ布の染料の道を目指したのかというと、祖母の影響が大きかったと思う。小さい頃、自宅には中途半端な長さの布がたくさん余っていた。これ何？歯切れよ。歯切れ？ねえ、前におじいちゃんの小物を作った時の余りね。かっこいい色だね。そうかい？じゃあこの布で良一のお洋服でも作ってみるかい？そんなことできるの？できるよ。どんな服が着てみたい？かっこいいやつ。じいちゃんと同じの。そうかいそうかい。じゃあ作ってみようかね。いいの？やった！それはどうやら子供服にするのにちょうどいいサイズだったらしく、祖母が俺の様子を見てそう提案してくれたのだ。祖母が俺のために作ってくれる洋服は一着だけにとどまらず、短いものもいろいろと組み合わせてたくさんのものを作ってくれた。世界に一つだけのデザインがほとんどで、色合いがかっこよくて手触りが独特で、唯一無二の感じが子供心に刺さり、すぐに俺の一番のお気に入りになった。しかも、ただ服を縫うだけじゃなくて、祖母は俺が当時好きだった飛行機や虫の刺繍までしてくれていた。それはすごく繊細で、トンボやカブトムシはまるで生きているかのように見えた。すれ違う人みんなにギョッとされるくらいにはリアルで、俺は毎日のように会う人会う人に自慢しながら着ていたくらいだ。しかし当たり前のことだが、当時の俺は幼い子供だったため、洋服を着ればすぐ汚してしまう。俺は砂遊びが好きだったから、よく砂場に水を入れてトンネルを作ったりもしていた。泥だらけで帰ってきては祖母に、溺れちゃったと泣きついていたものだ。祖母もまさか俺がそこまで気に入って毎日着るとは思っていなかったのだろう。嬉しそうにしながらも困ったように汚れた服を洗濯してくれた。どうして困ったような顔をしていたのか当時はわからなかった。だけど今ならよくわかる。汚れて洗濯を回せば必然的に布は劣化していく。するとせっかくのお気に入りだったのに布の色はだんだんと褪せていき、刺繍糸も色が抜けていってしまうのだ。子供ながらにそれが悲しくて、やだ、なんで変な色になってるの？こんなじゃなかったのに。なんで？母ちゃんひどい。なんで洗濯なんてしたの？トンボの色が変。カブトムシはこんな色じゃないよ。なんで変わっちゃったの？お友達に色違うって言われた。なんで？と泣いて八つ当たりをして祖母を困らせたりもした。その度に祖母は、ごめんね、でもまたばあちゃん新しいの作ってあげるからね、トンボもカブトムシも刺繍してあげるよ、それか今度はクワガタはどうだい？セミも刺繍してみようか。どうかね、それで許してはくれないかい？と代替案を出しながら慰めてくれたけれど、聞き分けのない子供だった俺は、やだ、同じのじゃないとやだ、あの服がいいんだよ、クワガタもセミも嫌だ、トンボとカブトムシ、新しいのなんていらない、と大泣きしたことを覚えている。
その頃からだろうか。どうして洗濯すると色が変わってしまうのかを不思議に思い、何度も洗濯しても色落ちしない布があればいいのにと思い始めたのは、その経験は成長しても俺の心の中に残り続け、俺は工業高校に進学、そして迷わず染料メーカーの世界へと飛び込んだのだった。幼い頃を思い出しながら、いつも通りの時間に出勤した俺は、誰もいない研究室の中で一人で仕事を開始する。おはようございます、そう挨拶はすれど、そこには誰もいない。俺は他の人より早くに出社するタイプで、その分帰りは定時ぴったりに帰ることを決めていた。時間外労働分もきちんと給料が出る会社のため、残業するのも早出して作業するのも特に変わらない。他の部署では俺と同じように早出をしている人も多いようだ。最初は俺も定時ぴったりに帰るなんてと言われるかと思ったけれど、俺は定時までに自分の仕事はきっちりこなしているため、今のところ誰にも何も言われたことはない。研究開発部という部署特有のものだろうか、一度仕事を始めると昼夜関係なく没頭するタイプの社員が多いのがその理由だろう。気がつけば何時間も残業していたなんてこともある人がほとんどだ。まあそんなわけで、みんな自分の開発に夢中すぎて、俺が早く帰ろうが残業しようが誰も気にしていないのだけど、その逆もしかりで、自分でスケジュールを立てて体調管理をしつつ無理なくできるのであれば、残業してようが誰も気にしていない。そんな部署だからか、みんなのびのび自分らしく働けていると思う。与えられた仕事をこなし、さらにプラスアルファを生み出している社員がほとんどなのだ。しかし、そんな俺にとってかなり働きやすい職場である研究開発部に、ある日黒石という人物が部長として赴任してきた。黒石貞夫だ。私が来たからには厳しくしていこうと思っているから、よろしく頼むな。黒石部長は、もともとうちが古くからお世話になっている織物加工会社さんの社員。取引先の社員がどうしてうちに？と疑問に思ったけれど、どうやら織物加工会社とうちの染料メーカーとの関係を強固なものにするために送り込まれたのだそうだ。当然、黒石部長は染料のことは詳しくない。こちらのご確認をお願いいたします。ああ、確認するのはいいんだがな、これはどういう意味だ？え、そこからですか？仕方ないだろ、今までと全く畑が違うんだから。というよりも、知識としてはゼロに近いように見受けられた。しかし、黒石部長はうちのメーカーよりも元々の織物加工会社の方が規模が大きいからと、かなり大きな顔をしていた。おいおい、君たち、もう定時になるが誰一人として俺のところに来ないぞ。みんな今日の報告がまだなんじゃないか。定時近くになると、黒石部長はあからさまにそわそわし始め、俺たちが仕事に没頭しているのをわざわざ中断させてまで進捗の共有を求めてきた。あともう少しだけさせてください。霧のいいところまでやっちゃいたいんです。報告はその後しますので。そう言った社員もいたけれど、ダメだ、今の時点での報告をすることが先だ。その研究は一旦止めて早くしろ、と声を荒げたため、不服そうな表情ながらも毎日報告している。その報告という名の共有の時間は、一日に一回ではなく、かなり頻繁に行われていた。そろそろ報告の時間だが、どんな感じだ？黒石部長、今はこちらを進めてまして。おお？黒石部長が自ら聞きに行くこともあれば、定時前のように社員をわざわざ呼んで報告をさせたりもしていた。おい、
これはどういう内容を研究してるんだ？ですね。しかし、そんなに頻繁に報告を求める割には、知識がないから、社員に一から説明させようとする。社員たちは呆れながらも、怒鳴られたくないため、仕方なく一から説明する。それを理解しているのかいないのかは知らないけれど、その時間がかなり無駄だとみんなが思っていた。わからないならわざわざ一日に何度も報告させなきゃいいのに。しかも、黒石部長は聞く割に覚えようとはしない。毎度似たようなことを聞いては。そうか、まあよくわからんが、もっと急いで開発するように。と背中をバシッと叩かれて終わるのだ。そして、最大の問題なのは、黒石部長はなぜか、部下たちの評価を仕事の質ではなく、どれだけ残業をしているかで判断するような人だということだった。普通は残業をとことんカットしたいんじゃないんだろうかと不思議に思ってしまうくらいだが、彼に至ってはそうはいかないらしい。残業している社員には笑顔を向け、嬉しそうに話しかけるのだ。今日もよろしく頼むよ。また後で報告を聞かせてくれ。はい。今日も定時を過ぎると、そう社員一人一人に声をかけている。いつしかそんなことが彼の癖のようになっていた。当然、そんな残業時間を重視している黒石部長は俺を徹底的にマークしていた。お先に失礼します。おい神田、何勝手に帰ろうとしてるんだ。何って、定時過ぎましたし、僕の今日の仕事は終わっています。では、お先に失礼します。お疲れ様でした。おい、神田、待て。全く残業しない俺は、黒石部長にとっては気に入らない存在のようだ。早く来ているからと散々言っているにもかかわらず、早出なんてどうでもいい。とにかく残業しないと、俺は黙ってないからな。と、よくわからない理論を振りかざし、謎の脅し文句を言ってくる。黒石部長が黙らなかったら一体どうなるというのだろうか。そんなバカなことを考えている俺だけれど、黒石部長の言葉の数々は正直全く気にしていなかった。俺は与えられた仕事をこなしているし、今までもそれで実績は積んできた。評価もしてもらえてる。だから自分のやり方を変えるつもりもなかったのだ。しかし、黒石部長はどうにか俺に残業をさせたいようだった。ある日、いつも通り定時に帰ろうとすると、おい神田、今日中にこれも終わらせてくれないか？と言って資料を差し出してきた。俺はその中身を見て首をかしげる。なぜ僕に？そこにいたからだ。あとは手が空いてるのがお前だけだったから。そりゃそうだろうと自分でうなずいて納得する。しかし、それとこれとは話が別だ。ではなぜ今日中になのですか？見た限りまだ納品日はだいぶ先ですよね。緊急とも書いていませんし、納品予定は3週間後で、来週から始めても遅くないくらいのものだった。なぜそれを今日中にやれと言われるのかが全く理解できない俺に、黒石部長は眉をしかめる。それは、あれだよ、あれ。あれとは？うるさい。とにかく今すぐそれをやって終わらせてから帰れ。いえ、もう定時なので無理です。どう見ても今日一日でやるもんじゃありませんしね。あ？なんだと？あ、急ぐのであれば、明日の朝一で進めますよ。なので、今日は帰らせてください。叫んな！これは上司命令だ。ちゃんとみんなと同じように残業しろ。上司命令？何を言ってるんですか？上司が残業の強要なんてありえないですよ。それに、この案件は残業してまで早く終わらせる必要のないものです。部長もわかってますよね。ですので、必要のない残業はしません。僕は、予定通り先に上がりますので。言ってる意味が分からずにはっきり断ると、俺の態度にイライラしたのか、黒石部長はついに
上司命令だと言っただろ。聞こえなかったのか。ごちゃごちゃ反論してうるさいんだよ。そこまでして残業から逃げたいのか、と怒鳴り始めた。逃げる？まさか。お言葉ですが、僕は残業しない代わりに朝早くに出社してます。それに仕事量も皆さんと変わりませんよ。だからなんだって言うんだ。みんなが残業してるのに一人だけ帰って悪いとは思わないのか。そんな奴はうちにはいらない。クビだ、クビ。俺に向かって何度も指を指しながら唾を飛ばす黒石部長に、俺は呆れてポカンとしてしまう。クビ？冗談にしては行き過ぎでは。冗談なんかじゃない。上司の命令に背くということはそういうことだ。おい、そこのお前。え、お前だよ、お前。こっちに来い。あ、はい。こいつは今日でクビだから、今すぐここのデスクを片付けろ。え、聞こえなかったのか。今すぐここを片付けろって言ってるんだよ。でも、なんだ、俺の指示が聞けないっていうのか。そんなこと。じゃあ早く片付けろ。はい。黒石部長は近くにいた若手社員を呼びつけ、無理やり俺のデスクを片付けさせようとする。彼は俺の様子を伺いながらも、とても黒石部長には抗えないようで、震えながら俺のデスクに手をかけた。神田さん、すいません。すいません。俺にだけ聞こえるように小声で謝る彼に、大丈夫だから気にすんな、と伝え、俺は未だ興奮冷めやらぬ黒石部長に向き直る。部長、クビというのは本気なのですね。何度も言わせるな。そんなに帰りたきゃとっとと帰れ。そして二度とその面見せんな。わかりました。部長がそこまでおっしゃるのなら致し方ありません。短い間でしたがお世話になりました。俺は黒石部長に頭を下げて、未だ半泣きで俺のデスクを片付ける若手社員の肩に手を置いてから職場を後にしたのだった。翌日、俺は黒石部長に首を宣告されたものの、今日もいつも通り会社にやってきていた。就業時間前に朝一で打ち合わせがあり、それに出席するためだった。では、そういうことで。はい、よろしくお願いいたします。打ち合わせを終えると、よし、やるか。はい。研究開発部のメンバーと共に、黒石部長のデスクを数名でささっと片付ける。実は、その打ち合わせというのは、昨日暴挙に出た黒石部長についての経営陣との話し合いだったのだ。もちろん、黒石部長は呼ばれておらず、打ち合わせがあったことすら、知らないだろうけれど。その打ち合わせの結果、黒石部長のデスクは不必要だと判断された。必要ないのであればすぐに片付けようと言えば、みんながうなずいてくれたのだ。そこに何も知らずにいつも通り出社してきた黒石部長。彼は俺のデスクが元通りになり、自分のデスクが空っぽになっていることに呆然としていた。なんだ？どういうことだ？あ、おはようございます。神田、お前は昨日クビだって宣告したはずだぞ。なんでここにいる？いや、そんなことより、これはどういうことだ？なんで俺のデスクが空っぽなんだ？彼はパニックになっており、俺がここにいることよりも自分のデスクが空なことに衝撃を隠しきれないようだった。黒石部長。社長、お疲れ様です。そこにやってきたのは社長だった。社長、見てください。誰かが私のデスクを勝手に空にしたんです。昨日は確かに神田のデスクを片付けたのに。そうか、神田、お前か。お前が俺のデスクを。ふざけんな。黒石部長は俺に怒鳴りつけようとしたものの、すぐに社長が、黒石部長と静かに名前を呼び、一瞬で黙らせた。君のデスクを片付けるように指示したのは彼ではなく、この私だ。
社長が？どういうことでしょう？どういうこと？君が一番心当たりがあるはずでは？黒石部長はそう言われて初めて社長が怒っていることに気がついた様子だった。これまでのことはすべて報告が上がっているよ。研究開発部の社員たちに吐いた暴言の数々、必要のない打ち合わせとその準備、不必要な残業の押し付け、さらに女性研究員を熱心に口説こうとしたらしいね。しつこいくらいだったと被害報告があったよ。しまいには彼に勝手に首を宣告したとか。残業しないなら首だ？ふざけてるのか？人事権のない君がどうしてそんなことを言えるのかね。それは、その、みんな、自分の予定を考えながら時間配分をしているんだ。彼は、定時後に予定があるから残業はせずに、定時で上がることになっている。代わりに、時間が足りなければ、朝早く出社して終わらせているはず。それは、赴任の時に君にも伝えたはずだ。まさか、忘れただとか、聞いてなかっただなんて言わないよな。はい。存じております。ではなぜこんなことになってるんだ？今言ったことの中に一つでも間違いがあったか？そうだな、言い訳ぐらいなら聞いてやろうか。その社長が言っていたのは今まで研究開発部のみんなで記録を取っていたものだ。黒石部長の言動や行動が常軌を逸していたため、みんな自ら彼に言われたこと、されたことを細かく記録していて、定期的に社長に報告していた。俺も昨日の首宣告の話や、今までの残業強要の話などを細かく記録していた。何かあった時のため、自分自身を守るために記録していたけれど、それが部署全体を守ることにつながろうとは。社長は最初、お世話になっている織物加工会社からの人員だから多めに見てやってくれと社員に頼んでいたものの、今回の俺の首宣言でそんなことは言ってられないと悟ったらしい。私の目の届かぬところで大切な社員を傷つけ勝手に首を言い渡した。それは許されないことだと思わないか？申し訳ございませんでした。謝れば済む問題じゃない。それくらい君もわかるだろう。申し訳ございません、申し訳ございません。社長は俺以上に怒ってくれており、自分のデスクは元通りにして黒石部長のデスクを片付けるようにと俺に命じたのだった。黒石部長、いや、もう部長ではないな。え、そんな。黒石くん、最後の情けだ。首か、倉庫部門への移動か、どちらか好きな方を選ばせてあげよう。首？倉庫部門？さあ、早く選んで、どちらにするかね。黒石部長は知らない。倉庫部門というのは、この会社の、いわば左遷先だということを。首をどうにか免れたいと懇願した社員が行く場所だということを。しかし、黒石部長からしてみれば、席を置いてもらえるだけ首よりはマシだと思ったのだろう。だらだらと額から汗を流し、涙で顔をぐちゃぐちゃにしながらも、移動します。移動させてください。と、社長に懇願したのだった。黒石部長が、研究開発部から姿を消して数ヶ月。また以前の平和な部署に戻り、俺はほっとしていた。今では課長が部長に昇進。俺がその後を継ぐことになり、課長職を務めている。神田課長、今日も定時上がりですか？さすがですね。まあ、この後忙しいから、できるだけ急ぎたいしね。それにしたって、仕事量えげつないですよね。いくら早出してるからって、よく定時までに終わりますよね。どうにかね。朝の方が仕事ははかどるし、勉強の時間を無駄にしたくはないからね。
いな。僕も課長を見習って勉強し直そうかな。お、やる気になってきたか？この年から新しいことを学ぶのも楽しいからいいぞ。一緒に通うか？でもそうしたら朝早くに仕事しなきゃなんですよね。僕夜型人間なんですよ。朝弱いからそれはしんどいっすね。うん、前向きに検討します。それ絶対やらないやつのセリフだろ。まさか、ちゃんと考えますよ多分。まあいいや、お先に失礼するよ。お疲れ様。はい、お疲れ様です。お気をつけて。ありがとう。俺は今日も定時で帰る。なぜなら、仕事終わりに毎日予定があるから。今俺は大学の夜学に通っているのだ。高校生の時は工業高校だったことと、早く一人前になりたかったため、そのまま就職の道を選んだ。それに後悔はしていないし、ずっとやりたかった仕事につけてありがたいとさえ思っている。しかし、研究開発部で働くようになってから、もっともっと専門知識が欲しくなってきた。それは線量に限らず、関わるもの幅広く知識を身につけた方が、より良い製品を作り出すことができて、会社に貢献できると思ったからだ。俺自身、気になったことは分かるまで調べたい性分だということもある。だからといって仕事をしながら大学に通うことは並大抵のことではなく、入学したはいいものの、慣れるまでにも時間はかかったし、朝方の俺でさえ起きるのがしんどい日もある。だけど大学という環境で若い学生たちと切磋琢磨しながら新しい知識を身につけたり実験をするのは、俺にとってはものすごく楽しく有意義な時間なのだ。学部はもちろん工学部を選択した。しかし、科目調校生として経営学部の授業に出ることもある。なぜ経営を学ぶかと聞かれれば、それは俺が実は社長の息子だからだ。俺が次期社長であるということは、うちの会社で働いている人間であれば、知らない人などほぼいないと言ってもいい。とはいえ、次期社長という肩書きを振りかざすつもりもない。むしろ、その肩書きに恥じぬように、経営についてもしっかりと学んでおきたいのだ。みんなに俺を次期社長だと認めてもらえるように。俺になら任せてもいいと思ってもらえるように。そのためになら、少しの睡眠時間を削ることくらい容易だし、勉強時間も仕事に対する情熱もいくらでも作り出せるというもの。ちなみに、俺に首を宣告した黒石さん。彼は当然そのことは知らなかったようだ。他社からやってきたのだから当たり前だ。俺が次期社長だということは、社外には口外していないため知る由もなかったのだ。もし全てを知っていたら、彼は俺に対する態度をガラリと変えていただろうなと思う。だけど、今までの暴言ややられたことの数々を思い出していると、それはそれで気持ち悪いなと思ってしまうのだった。俺が幼い頃に布の染色技術について疑問や興味を持たせてくれた祖母も、今はもう90歳になった。足が悪くなってしまい、一人暮らしが厳しくなったことから、施設に入ることになった。とはいえ、悪いのは足だけで、施設では楽しく元気に暮らしているようだ。織物やミシンの腕も健在で、試作品の染料で染めた布を祖母のところに持っていくと、すぐに枕カバーや小物なんかを作ってくれている。祖母は、俺がリクエストするのが嬉しいようで、ボケ防止にちょうどいいわね、なんて言いながら楽しく一生懸命作ってくれている。最近では余った布を使ってポケットティッシュのケースをはじめとした小物を作り、施設の仲間にプレゼントしているらしい。施設の職員さんからも、すごく可愛らしくて嬉しいんです。みんな喜んでて大人気なんですよ。本当に感謝してます。
嬉しい言葉をもらい、祖母も照れくさそうだった。そんなある日、いつものように祖母のもとへ布を持っていくと、よーいち、これを見ておくれ、と紙袋を渡された。え？それ、懐かしいだろう。余った歯切れをつなぎ合わせて、昔みたいに、よーいちの洋服を作ってみたんだよ。よくよく考えたら、今のりょういちの服のサイズがわからなかったから、おじいちゃんのを参考にしたんだけど、どうかね。そう言って見せてくれたのは、俺が昔気に入って作ってもらったのと似たようなデザインのシャツだった。まさか、こんなサプライズがあるとは思っておらずに驚いた。ここまでたくさんの歯切れをつなぎ合わせるのも大変だっただろうに。サイズも俺にぴったりで、俺は泣きたくなるほどに嬉しくて言葉を失う。ありがとう、ばあちゃん、大切にするよ。涙をこらえながらお礼を告げると、祖母は心底嬉しそうに笑ってくれた。大学に通い始めてからもうすぐ4年が経過する。両立するのは本当に大変だったけれど、来年の3月で卒業予定だ。とはいえ、卒業後は今度は経営大学院でさらに学びを深めたいと思っているから、しばらく生活は変わりそうもない。むしろ大学院に進むことでさらに忙しくなることが予想される。会社にはまた迷惑をかけてしまいそうだけれど、許してもらえるだろうか。ここまで知識を身につけることに貪欲にさせてくれたのも祖母のおかげだ。祖母の時代は満足に進学することができず、未だに会うと必ず、良一はいい時代に生まれてきたね、と言ってくれる。自分の人生に大きな影響を与えてくれた祖母に、改めて大きな感謝を感じるのだった。会社はといえば、そちらの業績も順調だ。最近では研究開発部の仕事をしつつ、経営会議に加わることも増えてきた。社長である父親は、早く良一に社長の座を譲ってゆっくり隠居したいよ、なんて言って笑っているけれど、俺はまだまだ父親からも学びたいことがたくさんある。今隠居されては困るのだ。父親自身も隠居隠居と言いつつも、学問を貪欲に学んでいる俺の姿を見て応援してくれているのは知っている。仕方ないから、良一のためにもうしばらくはこの座に残っておくよ。その代わり、しっかり自分で納得いくまで学んでこい。そして、それを必ず会社の成長に役立てること。お前はもうただの社員じゃない。次期社長としての手腕はもう問われ始めてるからな。父の言葉を胸に、これからも頑張ろうと思っている。倉庫部門に異動という名の左遷することになった黒石さんはといえば、あの後すっかりおとなしくなってしまったらしい。どうやら働いている中で、今自分がどんな立ち位置にいるかを理解してきたらしい。変に意地を張らないで首を選んだ方が良かったんじゃないかと思っているようで、自分が織物加工会社から来たということすら今は話さなくなり、ただ与えられた仕事をこなして家に帰るだけの毎日を過ごしているという。どうですか、黒石さんは。どうもこうも、研究開発部でのやばい噂を聞いていたので覚悟はしてたんですけどね。不気味なくらい静かなんで逆に困ってますよ。何ですか、あの人は。いつ爆発するか怖くてたまりませんよ。ある日突然怒鳴られるかもしれませんから、引き続き覚悟しておいてくださいね。やめてくださいよ、怖いじゃないですか。せっかくうちはうちでいい具合にバランス取ってやってたのに。これ以上厄介なのはいらないですからね、神田課長、お願いしますよ。倉庫部門の部長がそう冗談交じりに笑っていたから、それなりに上司の言うことは聞いているらしくて安心した。もしかしたら何か彼の中で思うところがあったのかもしれない。いや、
そもそもうちの会社に派遣されたのも、もしかしたら。そう、邪推せずにはいられないけれど、何にせよこれで彼が丸くなってくれれば御の字だ。俺は平日は仕事と夜間の大学、休日も自宅学習に持ち帰りの仕事など忙しい毎日だ。今日も仕事を終えて、この後急いで大学に向かう予定だ。夕食代わりに買ったコンビニのおにぎりが今日も美味しい。この忙しさが自分を奮い立たせてくれると思っている。休日の少しだけ空いた時間に祖母に会いに行くことも忘れない。これから先、自分のまだ長く続くであろう人生の中で、祖母に会えるのはあとほんの少しだろうから。いつまでも元気でいてほしい。そして、いつまでも俺の作った布で新しいものを作ってほしい。あと何回、祖母に新作の染料で染めた布を見せられるだろうか。あと何回、祖母に小物を作ってもらえるのだろうか。それはわからないし、もしかしたら明日、祖母の身に何か起きるかもしれない。そう考えると、がぜんやる気が出てくるし、もっともっと頑張りたいと思える。そうやって、決して当たり前なんかじゃない日々に感謝しながらも、俺は、また仕事への熱意を燃やし続けるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。こんな高級旅館に俺たちと一緒に泊まろうなんて、片親で貧乏人のお前なんて身分違いなんだよ。どうしても来たいんなら来てみろよ。来れるもんならな。高笑いとともに電話を切られ、どうすることもできなくなった俺。社員旅行で高級旅館に行こうと思っていたのに、日頃から嫌がらせをしてくる上司にサービスエリアに置き去りにされた。仕方なくとある人に電話をかけたが、この時の俺はあんな大事になるなんて思っていなかった。俺は白石拓馬、介護用品を販売する会社に勤めているサラリーマンだ。依然介護の経験があることから、介護用品の重要性は分かっているつもりだ。何がその人に必要なのか、どうすれば介護する方もされる方も快適に過ごせるのか、しっかりと考えて提案することを信条としていて、周りもそれを理解してくれているから仕事はしやすいし、やりがいも感じている。社長をはじめ同僚にも恵まれて忙しい日々を過ごしているが、一つだけ気がかりな点があった。それはなぜか自分に突っかかってくる先輩がいることだ。先輩の名前は黒岩真嗣、俺の2年先輩で、どうやらいいところのお坊ちゃんらしい。俺はこんなところで働く必要なんてないんだ。今は社会勉強で働かされてるだけで、いつでも実家を継ぐ準備はできている。俺の実家は大きな高級旅館で、お前らなんてどう頑張っても泊まることなんてできないようなところなんだからな。いつもこんなことを言って自慢をしているので、みんなから煙たがられていたが、特に俺に対して見下してくることが多かった。それは俺が片親で中卒だからという理由かららしい。何かにつけては、父親がいないやつだの、学歴がない低能などと言って罵ってくることが多かった。いくら仕事で見返してやろうと思って実績を上げても、一つ売るのにどんだけ時間かかってんだよ、客に媚びすぎ、これだから下品な生まれは、などと難癖をつけては悪態をついていた。でもなんだかんだと言われるだけで、自分が気にしなければいいだけだったし、分かってくれる人もいたので、そこまで苦にはなっていなかった。その態度が先輩には気に入らなかったらしい。少しずつだけど、物を隠されたり、あることないこと言いふらされることが出てきたので、対策を考えていた時のことだった。社員旅行の幹事を黒岩先輩とやることが決まってしまったのだ。うちの会社は毎年社員旅行に行っている。バスを貸し切り、少し遠くの旅館に泊まり宴会をするというのが恒例になっていた。幹事はくじ引きで毎年2人決められているが、運悪く黒岩先輩と一緒に幹事になってしまった。
はあ？お前と幹事するのかよ。貧乏人のお前に社長が満足できる旅館なんて手配できるのか？それは仕事なので。昨年までの実績もありますし、今まで行ったことあるところなんてダメに決まってんだろ。あからさまにバカにした態度でため息をつく黒岩は、いいことを思いついたとばかりに俺を見る。お前、いくつかピックアップしてこいよ。食事も部屋も最高級で、温泉があるところがいいだろう。もちろん予算以内でな。はあ、俺は温泉旅館の跡取りだからな。俺が選んじゃうと平等じゃないだろう。その代わりお前が選んだところを評価してやるよ。なんだその無茶苦茶な理由と思ったけれど、口には出さずに了承してその場を離れた。これはあれこれ難癖をつけて俺を見下す理由を作ろうとしているのだろう。見え見えの魂胆に呆れながらも、俺は旅行会社に連絡を取った。案の定というべきか、予算内で行けそうな旅館を先輩に提案すると、ここは景色が良くない、酒の種類が少ない、田舎すぎて虫が出る、参道で車酔いする、などとすぐに却下してくる。本当にお前はダメだな。貧乏だから旅行なんて行ったことないんだろ。そうですね。ここの社員旅行くらいですね。じゃあいい経験になるじゃないか。バスの手配とか酒の手配もやれよ。経験を積ませてやるんだから感謝しろよな。はあ、わかりました。どうせ最初からそのつもりだったのだろう。偉そうに命令してくる黒岩は満足そうにニヤニヤと笑っている。どんな旅館を提示しても却下されるだろうと予想した俺は、ちょっとしたつてを使うことにした。はあ、ここがこんな値段で使えるわけないだろ。間違ってねえか。俺が最終手段として用意したのは、憧れの高級旅館としてメディアによく紹介されている高級旅館の系列だった。実はちょっとしたつてを使って改装オープンを控えているので、モニター価格で用意してもらえることになったのだ。そのことを伝えると、黒岩は少し面白くない顔をしたが、この旅館は誰もが憧れる一度は宿泊してみたいと言われている旅館であり、社長も興味を示したため本決まりとなることになった。ふーん、じゃあ俺はみんなに報告してくるから、お前は他の手配をやっておけよ。そんなことを言って足取り軽く去っていく黒岩。おそらく自分の手柄とばかりに言いふらすのだろう。もう慣れているから気にしない。俺は俺の仕事をするだけだ。そうして他の仕事をするために机に向かうのだった。旅行当日、結局旅館やバス会社の連絡や部屋の割り振りなどは全部俺一人でやった。しかし黒岩は自分が全て手配しているという体で俺をこき使っている。おい白石、ビールが足りねえよ。バスの中でも飲むっつったろ。すみませんね部長、こいつ全然気が利かなくて。いつもは事務所でこんなところで働かなくてもいい身分だなどと言っている割には、権力に弱いのか上司に媚びを売っている黒岩を横目で見ながら、クーラーボックスから缶ビールを何本か取り出す。すっかりバスの中は宴会場となり、飲めや歌えやの大騒ぎだ。こんな状態だったら何人かいなくなっても気がつかないかもしれない。しっかり点呼をしなければと思いながら、次のサービスエリアを確認するのだった。白石くん、感じ大変ね。ちょっと休憩したら？ほら、お菓子あげるから。ありがとうございます。でも大丈夫です。黒岩さんって偉そうな割には働いてないのよね。普段もそう。みんなちゃんとわかってるのよ。白石くんは頑張ってるって。そう言って、俺の手に黒飴を無理やりに握らせてくるベテランパートの大先輩は、社内のご意見番的存在だ。長く働いているから社内で彼女の知らないことなど何もないとまで言われているほどだ。そんな人に自分の働きを認めてもらえて、こうやって忙しくしていることが報われた気がした。トイレ休憩としてサービスエリアに到着すると、ビールの残りが少ないことに気がついた。でもまあ到着地まであと30分くらいだから大丈夫だろうと思っていると、黒岩が目ざとくそれを見つけてしまった。おい、もう飲み物がないじゃないか。
お前そこのサービスエリアで買ってこいよ。でも、もう少しで到着ですよ。うるせえ！お前は俺の言うことに従ってればいいんだよ。さっさと行ってこい。俺は無理やり俺の背中をグイグイと押してくる黒岩に諦めたように返事をしてサービスエリアに向かった。缶ビールを何本か購入していると思いのほかレジが混んでいて少し時間がかかってしまった。急いでバスに戻るとそこには驚きの光景があった。なんと俺たちが乗ってきたバスがもうすでに発車していて本線に合流しようとしていたのだ。ここからではもう走っても間に合わない。ありえない状況に目を丸くしているとポケットの中のスマホが音を立てた。発信者は黒岩だった。先輩、俺まだバスに乗ってないんですけど。知ってるよ。じゃあなんで？大丈夫だって。誰も気がついてないし。何が大丈夫なのだろうか。こんな高速道路のサービスエリアに置いていかれてしまってはどこにも行けないではないか。それに俺だって旅行の幹事なのだ。旅館の予約だって自分の名前で取ってあるのに大丈夫なのか。それを黒岩に伝えるとありえない返事が返ってきた。こんな高級旅館に俺たちと一緒に泊まろうなんて、片親で貧乏人のお前なんて身分違いなんだよ。どうしても来たいんなら来てみろよ。来れるもんならな。高笑いとともに電話を切られ、どうすることもできなくなった俺は仕方なくとある人に電話をかけた。この時の俺はあんな大事になるなんて思っていなかった。それから1時間ほどするともう一度スマホに着信があった。おい白石、どうなってるんだよ。お前がいないと宿泊に300万円かかるとか言われてんだよ。お前何したんだよ。どうやって予約取ったんだよ。いや特に何もしていませんけど。じゃあなんでそんなこと言われるんだよ。たかがお前がいないだけでそんなのおかしいだろ。そうですか。だって俺の名前で予約したんですから、代表者がいなければ宿泊できないのは当たり前じゃないですか。なりすましとかある世の中ですから。そんなこと知らねえよ。どうにかしろよ。社長も専務もどうなってるんだってめっちゃ怒ってるし、とにかく大変なんだよ。俺がいなくても誰も気がついていないし大丈夫だって言ってましたよね。お前がグズでノロマだからさっさとバスに戻ってこなかったからだろ。人のせいにするな。そもそも先輩が俺にビールを買ってこいと命令したんですよね。自分が言ったことも忘れちゃったんですか。頭悪いんですか。もうボケちゃいました。車で来た人間をサービスエリアに置き去りにするってことがどういうことか分かってます。分かってたらそんなことできないですよね。嫌がらせにしても度が過ぎてます。どうしてそんなことしたんですか。そんなに俺が気に入りませんか。俺の質問に電話の向こうで一瞬黒岩が息を呑むのが分かった。そして次の瞬間、お前が、片親で中卒で貧乏のお前が俺と同じ職場で働いてるってだけで虫唾が走るんだよ。俺よりもちょっと仕事ができるくらいで図に乗ってんじゃねえよ。周りもみんなチヤホヤしやがって、高校も行けなかった低能のくせに。黒岩は大声でそう叫んだ。大声でまくし立てた声は他の社員にも聞こえただろう。電話からガヤガヤとしたざわめきが一層大きくなった。本音はそれかと少し残念に思う。スマホをスピーカーにしていたからその声は俺の同行者にも聞こえていた。そしてそれは黒岩の破滅を意味していた。低能が生きがってんじゃねえよ。お前のせいで俺たちは足止め食らってんだぞ。なんとかしろよ。黒岩はほぼ逆切れと言ってもいい状態だろう。言っていることが支離滅裂でどうにもならない。ちょうどその頃俺は目的地に到着して会話状態のまま車を降りた。運転席からは壮年の上品な紳士が降りる。そして俺は彼と共に大きな自動ドアをくぐったのだった。わかりました、なんとかしましょう。そう言ったのは俺と一緒に来た紳士だった。あんた誰だよ。黒岩は
その紳士をいぶかしそうににらみつけた。オーナー、お帰りなさいませ。黒岩に対応していたであろうおかみが、そう言って頭を下げると、黒岩は驚いたように目を丸くして、同行していた俺とオーナーを交互にキョロキョロと見ていた。清水リゾート系列の代表をしております。清水龍太郎と申します。そして彼、白石拓馬くんの叔父でもあります。は？叔父って、だってこいつは片親の貧乏人で。彼の母親は私の妹です。間違いなく、拓馬は私の甥です。拓馬が社員旅行に家の旅館を使わせてほしいと言うから、わざわざ改装後の再オープンを前倒ししたというのに、こんな仕打ちを受けるとは。少し大げさとも言える仕草でおじが言うと、黒岩は怯えたように後ずさった。しかし後ろには社長が睨みを聞かせていて、黒岩の逃げ場はない。拓馬から連絡を受けて彼を迎えに行きましたが、まさか本当にこんな子供じみた嫌がらせをする輩がいるとは。先ほどの電話の会話もスピーカーにしていたので全部聞こえていましたよ。それは何かの間違いで、白石の勘違いです。そうです、俺は何も。片親の低能とはっきり言っていましたね。何をどう勘違いするというのですか。黒岩の顔色はもう真っ青だった。冷や汗を拭いながら口をパクパクさせて何か言おうとしているが、何も言葉が出てこないようだった。黒岩くん、本当かね。本当ならとても残念なんだが。社長が低い声で確かめる。弁解しようとしてもできる要素など何もないことは明白で、黒岩は諦めたように肩を落とした。黒岩くんと言ったか。確かホテル黒岩のせがれだったな。覚えていてくださったんですか。叔父の言葉に一抹の希望を見出したのか、黒岩はガバッと顔を上げた。しかしその表情は一瞬で絶望へと変わる。最近うちの傘下に入ったからな。そこの跡取りが人間性に問題があるとなると、グループ全体に影響しかねん。支配人にはよく話をしとかねばならないな。それって、君が後を継ぐのは認められないってことだよ。そんなことも理解できないのかね。君こそ低能だな。おじさんの辛辣な言葉に黒岩の顔は真っ青を通り越して土毛色になっていた。そんな彼を無視するかのようにおじさんは声を張り上げた。さあ皆さん、うちの拓馬が大変お世話になっているようなので、心づくしのおもてなしをさせていただきます。彼から社長をはじめ従業員の皆様には大変よくしていただいていると聞いています。一人を除いてのようですが、当館自慢の温泉もぜひお楽しみください。おかみ、案内してくれるか。さあみんな、お言葉に甘えるとしようか。黒岩くん、いつまでそこにいるんだね。君こそ外で反省するべきじゃないのか。君はこの社員旅行に参加する資格はないよ。社長命令だ。帰りなさい。社長が皆を促し、黒岩を置いて移動していく。黒岩は放心状態で、ずっとその場に座り込んでいたのだった。黒岩の言う通り、俺は片親で高校を出ていない。両親は俺が中学の頃に交通事故に巻き込まれ、父親が帰らぬ人となり、母親は事故の後遺症で介護が必要な状態になってしまった。母親は清水リゾートのお嬢様で、父親はその従業員。なので、祖父母から結婚を反対されていたが、結婚を強行したので、祖父から縁を切られていたのだ。両親が事故に遭った時に連絡を取ろうとしたが、祖父には冷たくあしらわれてしまった。どこにも頼れなかった俺は、母の介護をしながら暮らすことになった。
24時間介護が必要な状態の母を一人で見るのはとても大変で、高校に行くことも諦めた。父親の残した貯金を少しずつ切り崩しながら、なんとか暮らしていく日々。そんな日々が5年ほど続いた時、俺の前に現れたのはおじさんだった。おじは祖父が天に召されたので、自分が家督を継いだことを伝えに母に会いに来たのだった。俺たちの現状を知らなかったおじは、俺が一人で母の介護をしていることに驚き、誠心誠意の謝罪をしてくれたのだった。それからの展開は早かった。おじは瞬く間に母の介護の体裁を整え、信頼できる施設を紹介してくれた。そして費用もすべて負担すると申し出てくれたのだ。うちの父が君と君のお母さんにひどい仕打ちをした。これはせめてもの償いなんだ。僕たちにできることは何でもやらせてくれ。君のお母さんは僕にとっても大事な妹なんだからね。遠慮することなんて何もないんだよ。おじさん、ありがとうございます。おじさんは十分やってくださいました。これ以上望んだら罰が当たってしまいます。たくまくん、ありがとう。もし君が何か困ったことがあったら、力になるよ。僕のできる範囲だけど、全力で力を尽くすからね。すぐに行ってくれ。おじさんはそう言うと、しっかりと俺の手を握ってくれた。おじさんや施設の人の献身的な介護で、母はめきめきと回復していった。今はリハビリに精を出し、数歩なら歩くこともできるようになった。表情も明るくなり、昔の母が戻ってきたようだ。一人で介護をしていた時は、母はいつも、ごめんね、と泣いていたから、明るい笑顔を見ることができて、とても嬉しい。そして俺は、母の介護の際に知り合った、今の会社の社長のもとで働くことになった。社長は俺の過去も知っているからか、いろいろと気にかけてくれたし、ベテランの社員の皆さんにも可愛がられて、楽しく仕事をしていた。だから、いずれは仕事を辞めると公言していた黒岩の嫌がらせなど、気にも留めてなかったのだ。社長は、黒岩の嫌がらせに気がつかなかったことを謝罪してくれて、今後このようなことがないよう、体制を整えると約束してくれた。ちなみに黒岩は、社長からこってりと絞られて、会社をクビになってしまった。実家の方も感動されて、今はどこで何をしているのかわからないらしい。今俺は今までと変わらない平穏な日々を過ごしている。黒岩が会社からいなくなり、嫌がらせをしてくるやつもいなくなったので、逆に張り合いがないなんて冗談も言えるくらいだ。会社では順調に顧客も増え、業績も伸びている。自分の仕事が社長の目に留まり、声をかけてもらったり、直接仕事を振ってもらったりすることも増えた。忙しくなってきたけれど、やりがいも多くて、毎日仕事が楽しいと感じている。自分のことながら、壮絶な人生を歩んできたと思う。でも、俺の苦労をちゃんと認めてくれる人がいた。力になってくれる人がいた。地道に誠実に歩んでいけば、必ず未来は開けるのだ。それを実感しながら、周りに感謝をして、俺は今日も前に進んでいく。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。無能なジジイは不要だから解雇よ。ある日、新社長の娘として部長になった女上司に呼び出され、突然首を宣告された。あまりにも急なことで驚いた俺は、彼女の横にいる新社長にお伺いを立てた。仕事ができないという評価が上がってきている以上、対応しないわけにはいかないんだよ。残念なことに、新社長は俺を嫌う彼女の報告を鵜呑みにしている。亡くなった前社長が築き上げた社員に優しい環境は、今では見る影もない。無能平社員を解雇できて満足そうな彼らだったが、まさかこれがきっかけで
自分たちが破滅することになるとは思いもしなかっただろうな。俺の名前は広瀬俊夫。55歳で平社員をやっている男だ。新卒で就職して以来、もう何十年もここで働き続けている。今のところ、俺の人生の半分以上はこの会社と共にある。仕事で今の妻と知り合い、結婚して娘が生まれた。二人とも俺の大切な家族であり、この会社にいたからこそ出会うことができた存在だ。そして今、その娘もまた結婚しようとしている。何の役職にもついていない平の俺だが、平凡で穏やかなこの生活や日常を愛おしく感じていた。この会社はここ30年で大きく成長した。俺が入社した当時は誰も知らないような町工場だったが、今や誰もが耳にしたことのある大企業と肩を並べるほどである。製品のいくつかは国内最大の産業に関わるものであり、しかも全国シェアの上位を占めている。ゆえに、平社員といえども給料は馬鹿にならない。実際のところ、全く昇進せずに3人家族を支え、娘が独立するまで経済的な不自由はなかった。それだけ会社が儲かっているということだ。この日常が愛おしいと言ったが、数ヶ月前にちょっとした例外があった。入社した時からずっとお世話になっていた杉田則和社長が他界したのだ。生涯現役というスローガンを掲げて元気に仕事をしていた彼は、病気などは一切せず健康なまま天寿を全うした。最後の瞬間まで幸せそうな顔をしていたらしいが、俺は素直に受け入れられなかったのだ。夢であってほしいとか、時間が戻ってほしいとか、俺は年甲斐もなくへこんだのである。会社がここまで大きくなったのは、間違いなく則和社長が努力した成果だ。あの人は社員にはよく食べて、よく休めと言い聞かせていたが、自分だけは寝る間も惜しんで仕事をしていた。その姿勢に心打たれた俺たちは、よく勝手に残業して一緒に働いたものだ。これは余談だが、いくら帰れと命じても言うことを聞かない俺たちに、則和社長は全員昇給だと言い出したことがある。当時はどこかサービス残業を美徳とする風潮があった。しかし彼はそれを好まず、断固として残業代を払い続けた。現代の風潮を考えてみると、彼には先見の明があったのかもしれない。そんな則和社長を、俺は心の底から尊敬していた。彼のおかげで、会社は多くの人に認知された大企業となり、俺たち社員は不自由なく生活できているのだ。経営も極めて安定していて、不況の時代においても比較的安心できる。彼に何か恩返しができないかと考えたが、余計なことをするのはやめた。定年までしっかり働き、少しでも多く会社に貢献することこそが一番の恩返しだと思ったからである。則和社長亡き後、彼の息子である杉田銀次さんが社長に就任した。銀次さんは、親が社長であることにあぐらをかいて生きてきた人で、どこか甘ったれた考えを持っていることが言動から伺える。則和前社長ほど優秀であれというのは無理があるとしても、もう少し頑張ってほしいものである。何と言えばいいのだろうか、穏やかだと言えば聞こえはいいが、ことなかれ主義なのだ。平穏を望みすぎて、触らぬ神にたたりなしといった感じであり、眉を潜めたくなるほどに消極的で挑戦を拒むような思想を持っている。則和前社長のおかげで大きな利益を得られる仕事は安定して獲得できる状況だが、
現状に甘んじすぎているところを見ると、わずかな不安を感じてしまう。銀次社長には現在娘さんが一人いる。杉田奈々さんだ。今年で29歳になるらしいが、銀次社長は未だに甘やかしているらしい。平穏を望む銀次社長だが、溺愛する奈々さんのことになると暴走気味になる傾向にある。彼女も彼女で父親の甘やかしを存分に享受していて、わがままに振る舞って人間関係でのトラブルを起こしがちだと噂がある。その度に銀次社長が介入して相手が悪いことにするなんて恐ろしい話もその噂とともに聞いたことがある。まったくあの世で則和社長が聞いたらどんな反応をすることやら。そんな奈々さんがうちの会社に入ったのが先々月のことである。もともとアパレル会社に勤めていたようだが、訳あって退職したらしい。例の噂を聞く限り、何があったかは大体察しがつく。奈々さんは父親である銀次社長の力で、いきなり部長という立場に就いた。全く無関係な業種からの転職なのに大丈夫かと、俺は銀次社長に苦言を呈した。しかし、彼はどうしても奈々さんを部長にすると言って聞く耳持たなかったのだ。まともな研修さえせず、そんなんで無理やり押し通すから。部長、こちらの資料の確認と、先ほどメールさせていただいた件のスケジュール調整をお願いします。先方から催促されてしまいましたので、なるべく本日中にお願いします。何これ？私よくわからないから適当にやっておいてよ。案の定、このありさまである。たった今、彼女に話しかけた俺の後輩は、大層困惑している様子であった。まあ、当然だな。それでも奈々さんは気にせず、追い払うような仕草をする。彼が目の前からいなくなったのを確認すると、彼女は満足そうに視線を落とした。その視線の先にあるのは、結婚関係の雑誌である。俺には関係ないことだが、この人と結ばれた男性は大変な苦労をするだろうなと勝手に妄想してしまった。そんな勤務態度なのにもかかわらず、奈々さんは部長として一丁前に部下の管理をしたいようだ。遅くても始業30分前には来て、掃除と環境整備をすること。いい？遅くてもだからね。しかもタイムカードは始業時間に切れという。彼女の命令に従い、指揮監督下にあるので、普通に考えたらその時間も給料が発生すると思うのだが、もはやここは無法地帯である。トイレは必要最低限。行くときは上司である私に申し出ること。なんてことも言い出した。これにはさすがに不満の声がたくさん上がったのだが、パパの介入によって申し出ろという決まりになってしまった。他にも休憩時間は任意で仕事をしろという矛盾を言ってきたり、就業後はタイムカードを切ってから反省会と残業をしろと命じてきたりする。しかし当の本人が反省会や残業に参加している姿を見た社員は一人もいない。奈々さん曰く、残業は仕事が遅い無能がすることで、私は仕事ができるから定時で帰るのよ、とのことだ。憎たらしいことこの上ないが、むしろ帰ってもらった方が仕事がはかどるので、彼女の定時退社を止める者はいない。則和前社長が作り上げた環境は壊され、もはやブラック企業となり始めた。若い人が上に立って、環境が時代と逆行するという世にも奇妙な状態である。会社の業績を上げるには余計なコストを削る必要があるのよ。社員みんなで協力してね。そんなことを奈々さんはいつも口癖のように言う。言っていること自体は間違っていないのだが、彼女の場合コストの削り方が
あまりにも凄惨な手法である。俺も同僚も後輩も最近では仕事中にため息をつくことが増えた。ああ、ほんの何ヶ月か前までは居心地のいい会社だったのにな。このまま定年退職するまで愛おしかった日常は帰ってこないのかもしれない。そう思いながら過ごしていると、いつの間にか俺含む社員の仕事に対するモチベーションが落ち始めていた。ある朝、一人の女性社員が始業数分前に慌てて事務所へ駆け込んだ。別に遅刻をしたわけではないのだが、彼女は顔を真っ青にしている。ちょっと、時間ギリギリじゃない？いい歳して時間が読めないの？それとも自分の状況に甘えてるのかしら？妊娠は病気じゃないのよ。その女性社員は25歳で、ナナさんより年下である。この時まで俺も知らなかったのだが、彼女は妊娠しているらしい。彼女はまだ公にしていなかったのだ。一応上司であるナナさんだけは知っていたようだが、彼女の不用意な発言により、不本意なタイミングで知れ渡ってしまった。すいません。そのこともあり、女性社員はさらに顔を青くしていた。あまりにもかわいそうで見ていられなくなり、俺は思わず声を上げた。部長、彼女辛そうですよ。休ませてあげた方がいいんじゃないですか？今ここで無理をさせて、もしお腹の赤ちゃんに何かあったら大変だ。そう考えての発言だったのだが、どうやら奈々さんの逆鱗に触れたようだ。ねえ、広瀬、自己管理ができないだけの無能にどうして会社として気を使う必要があるの？彼女はそう冷たく言い放った。そうかと思うと、今度は一転して笑顔になり言葉を続けた。じゃあ、広瀬がそいつの分の仕事もやってくれる？あんたが二人分働くっていうなら、私も文句は言わないわ。ナナさんはニヤニヤしながら俺を見る。やれるものならやってみろと、そんな挑発的な意図が感じられた。わかりました。やりますよ。ここで折れるのも負けたようで尺なので、仕事を引き受けることにした。女性社員は申し訳なさそうに、すいません、すいませんと何度も謝っている。このように何もしていない人が悪人にされるという出来事は、ナナさんが来て以降は珍しいことではない。あっそ、言ったからにはやりなさいよ。それで残業代とか抜かすのはなしだからね。はい、わかってます。そもそも残業代なんて出さないくせによく言うな。その日は結局、女性社員は早退することになった。ナナさんは最後の最後までぐちぐちと嫌味を言い続けていた。彼女は普段から特にその女性社員に対する当たりが強い。真偽のほどはわからないが、一部の声では独身のひがみだなんて言われている。早退した彼女の分の仕事はというと、仲間たちと協力して何とか終わらせることができた。しかし、部内の残業時間が増え、上司である自分が恥をかいたのだとナナさんは怒る。上層部がどれだけ必死に人件費を抑えようと努力してるか、あんたたちにはわからないの？会社の経営で最も大きな支出となるのが人件費であり、それを削るのが一番効果的なのだとナナさんは語る。しかし、どうせ残業代は出さないのだ。あんたたち社員がもっと有能ならコスパが断然良くなるのよ。無能な人間をずっと雇っておくことはないから、自覚がある奴は覚悟することね。そう言い、彼女は俺を睨んだ。特に何十年も勤めてるくせにキラ社員から昇格できないジジイは無能の代表ね。使えないジジイはいらないんだから、それを踏まえて考えておくことね。全体に対する説教だったが、いつの間にか怒りの矛先は俺一人に向いていた。それだけ言った彼女は事務所から足早に出て行った。どこに行ったのかはわからないが、彼女はその日会社に戻らなかった。
そんなことがあった日から、ナナさんによる俺個人への攻撃が激化した。妊娠している彼女を休ませてあげようと提案した張本人だから、きっと厄介者として目をつけられたのだろう。無能じじい、何サボってんのよ。ある日、事務所でパソコンの仕事をしていると、ナナさんが突っかかってきた。何も見ずにサボり判定とは、心外極まりない。サボってませんよ。資料を作っているんです。ふんふん。ま、どうせ、私が声をかけるまでネットサーフィンでもしてたんでしょ？そういえば、広瀬だった呼び名はいつの間にやら無能じじいに変わっていたな。サボった罰として、これもやっておきなさい。そう言うと、ナナさんは俺の机にどさっと大量のファイルを置いた。何かに腹を立てているのだろうか、まるで叩きつけるような勢いだった。え、部長、これってあなたのやるべき仕事じゃないんですか？上司が部下に仕事を振るのは当たり前でしょ？バカなこと言ってないでやりなさい。あまりの横暴さに呆れ、俺は何も言えずにいた。そこへ彼女は追い打ちをかけてくる。それから、ジジイなんだからパソコンなんて使えないでしょ？ いえ、人並みには。それから、社用スマホなんてジジイに持たせておくのは宝の持ち腐れ。今すぐ没収ね。あ、ちょっと！俺の反論など一切聞かず、ナナさんは俺からありとあらゆる電子機器を奪う。さすがに頭に来たが、ここまでされると怒らず抵抗してやろうという思いが強くなる。ファイリングした名刺を見て、事務所の電話で先方と連絡を取り、携帯の電卓の代わりに懐かしいそろばんを取り出して仕事を続けた。もちろん効率はガタ落ちだが、それは文明の利器を取り上げた上司の責任なので、俺の知ったことではない。数日間それを続けていると、見るからに奈々さんの機嫌が悪くなっていた。俺がなかなか折れないので、かなりイライラしているようだ。八つ当たりをされる他の社員には申し訳ないと思っている。そんなある日、大手取引先の担当者が来社した。彼は、岡山慎太郎さんといって、若くイケメンなかなりやり手の営業マンだ。この取引先の担当は俺である。もう数分で約束の時間なので、俺は足早に彼の待つ応接室へ向かった。どうも、お世話になっております。ああ、広瀬さん、こちらこそ、お世話になっております。所定の挨拶を済ませ、いつものように多少の世間話から始める。彼とはもう何年もの付き合いがあるので、気さくに接することができた。いやー、今日も暑いですね。そうですね。何十年と生きてますが、今年は異常ですよ。打ち合わせは和やかな雰囲気で進んでいた。しかし、そこへ面倒な人が乱入してきた。失礼します。部長の杉田と申します。声だけ聞いたら誰なのかわからないほど声を作った奈々さんである。まさか打ち合わせまで邪魔しに来るとは思わなかったな。部長さんですか？お若いのですね。彼女はなぜか微笑みながら俺の一つ隣の席に着いた。しかも足を組んで座っており、おおよそ初対面の人との打ち合わせだとは思えない。名刺交換すらする気配がない。一体何様のつもりなんだろう。それで本件ですが。それより岡山さん、今晩お食事でもいかがですか？驚くべきことに、彼女は打ち合わせの相手を食事に誘った。俺が眉間にシワを寄せてみると、彼女はこっちみんなと言わんばかりに睨み返してきた。部長、打ち合わせ中ですから、そういった話は後ほど個人的になさってください。相手の会社はうちよりも格上であり、仲がいいとはいえ失礼があってはいけない。それこそ会社の損失になりかねない。そう彼女に説明したのだが、納得してくれなかった。それ以前に聞く耳すら持っていない様子で、無能じじいよりも若い女の自分が担当の方がいいに決まってる、などと言い始める始末。これは
まずいことになったなと頭を抱えていた矢先、ナナさんはあろうことか岡山さんに同意を求めた。ねえ、岡山さんとしてもこんな無能じじいより仕事ができる私と話していた方が有意義でしょ。彼女はやけにふわふわした話し方で岡山さんに問う。しかし彼は毅然とした態度で返答した。うちの会社としては広瀬さんと長年築き上げた信頼がありますので。そうきっぱりと彼女を否定。加えてこれから関係者だけの打ち合わせがしたいので、と言って奈々さんを軽くあしらってしまった。さすがの奈々さんもお客さんに対してヒステリーを起こすことはしなかった。代わりに苦虫を噛みつぶしたような顔でなぜか俺を睨みながら退出していった。その翌日、事務所でそろばんを弾いていたところ、俺は突然社長に呼び出された。彼の背を追って社長室へお邪魔すると、そこには奈々さんの姿もあった。彼女は妙に笑いをこらえているかのような顔をしている。戸が閉まったのを確認し、俺は意を決して聞いてみた。すみません、お話とは？察しが悪いわね。無能なじじいは不要だから解雇よ、クビってこと。ナノさんにそう言われ、俺は驚きのあまり銀次社長の顔を見た。彼は申し訳なさそうな顔で後頭部をかきながら言う。広瀬さんは長いことうちの会社に勤めてくれているけど、うちの経営だって無制限に余裕があるわけじゃないからね。仕事ができないと評価が上がってきている以上、対応しないわけにはいかないんだよ。銀次社長の言葉で俺は事態を大体察した。俺のことを個人的に気に食わないと思っている奈々さんの仕業だろう。仕事ができないと言われましても、私からパソコンやスマホを。言い訳ばっかりね。いい歳して恥ずかしいとは思わないわけ？都合の悪いことを言われそうになったからか、奈々さんは声を荒げて俺のセリフを遮ってきた。とにかく広瀬さん、あなたにはご自身の意思での退職をお願いしたい。奈々さんも銀次社長も俺をまっすぐに見て圧力をかけてきている。自分たちが支離滅裂な発言をしていることは一切気にならない様子だ。この時、俺の脳内には先代の則和前社長との記憶が蘇っていた。彼は俺や社員たちを大切にしてくれた。認め、信頼し、たくさんの仕事を任せてくれたのである。社員の幸せが一番大切だと言って、当時にしては珍しく様々な福利厚生を整えてくれた。彼の下で働けることは光栄であり、ずっとこの会社で頑張っていこう、そう思えたのだ。しかし、息子の銀次さんが後を継いでから会社は変わってしまった。則和前社長が掲げていたモットーは全く継承されず、社員をないがしろにし続けたのである。それは孫の奈々さんも同じで、彼女に関しては今更語るまでもないだろう。とにかく、今の会社は俺が生涯を捧げてもいいと思ったものとは似ても似つかない。今更何を言ったとて、この二人が改心してくれるとは思えない。であれば、いっそのこと潔く立ち去るというのも悪くない選択だ。一人娘は独立しているし、財産も十分にある。もうこれで終わってもいい。そう考え、俺は退職しろという指示を受け入れることにした。退職時には、同僚や後輩たちが困らないように引き継ぎをした。とは言っても、パソコンや社用スマホは没収されたままだ。ファイリングした名刺を分配し、今やっている仕事に関する手書きのメモを手渡すくらいしかできない。広瀬さん、本当に辞めちゃうんですか？上司と社長の命令だからな。広瀬さんがいなくなったらどうなっちゃうんだろう。共に戦ってきた仲間たちはみんな悲しんだり引き止めたりしてくれた。しかし俺の意志は変わらない。悪いな。本当は俺も
定年まで頑張ろうと思ってたんだけどさ。そんな風に言ってはにかみながら、俺は私物をまとめる。18時の鐘が鳴った。何十年と勤めてきた会社の最後の定時である。世話になった人たちに軽く挨拶をして退社。寂しく感じるかと思っていたが、案外何の考えもない。ことわざに曰く、終わり良ければ全てよし。ならば逆もしかりなのだなと実感したのであった。退職して特にやることがない俺は、在宅で仕事をしている妻に代わって家事をやることにした。ついこの前までせわしなく動かしていた体だ。突然動かなくなるとどうしても気分が落ち着かないのだ。妻にクビになったと伝えたとき、驚きはしたものの責められはしなかった。暇なら家事やってねとだけ言われた。我が妻ながら非常にドライな女性である。仕事をしない日々というのは意外と楽しいものだった。仕事終わりの妻に食事を用意したり、彼女の背丈では届かないところの掃除をしたりすると礼を言われる。ただそれだけのことだが、彼女の言葉は俺の家事に対するモチベーションを引き上げてくれた。退職から3日が経った。長らく触れていなかった庭の手入れをしていると、いつの間にか昼過ぎになっていた。朝一からやっていたはずだが、一体どれだけ夢中になっていたのだろう。大汗をかいていたのでシャワーを浴びようと家の中に戻ると、携帯がブーブー鳴っていることに気がついた。画面を見ると杉田奈々部長の文字。通知バーには朝9時過ぎから今までの無数の不在着信が溜まっていた。しまった。着信拒否にでも設定しておくべきだったかな。応答すべきか否か悩んでいると、電話は切れてしまった。だが、着替えを用意しようと立ち上がった時、またもや着信が入る。あまりにもしつこいので、文句でも言ってやろうかと電話に出た。もしも、ちょっとあんた、なんで電話に出ないのよ！この私がかけてるのに！いきなり怒鳴りつけられ、驚いて反射的に通話終了ボタンを押してしまった。すると、すぐにまたかかってきた。なんで切るのよ！いや、だって、繋がった途端怒鳴りつけられるなんて、恐怖以外の何者でもないですよね。そう強く言い返すと、電話の向こうで彼女はひるんだようだ。今までは一応、平社員と部長という立場の違いがあった。しかし、もう違う。クビにされた俺は今や赤の他人であり、部長という役職など知ったことじゃない。それでも上から目線で騒ぐ奈々さんはもはやただの無礼者でしかないのだ。どうしてあんたが30億の商談の担当だって言わなかったのよ。何の要件かと思えばそんなことだった。逆に部長なのに部下の仕事を把握していないんですか？誰がどこの会社と商談しているかなんて上司なら普通把握するものじゃないんですか？今、会社が持っている案件も把握してます？そんなんで部長として大丈夫なんですか？そう怒り気味に返すと、部長は今まで反論してこなかった元部下が言い返してきていることに戸惑っているようだった。そこへ電話の向こうから聞き慣れた同僚の声がした。部長、A 商社の岡山様がいらっしゃいました。岡山さんこそ例の30億の商談相手であった。彼との打ち合わせに乱入しておいてそんなことすら気づかなかったのか。いや、それ以前に30億なんていう大きな仕事のことすら把握していないとは、上に立つ人間としてあまりにも無自覚すぎる。また電話するから今度はさっさと出なさいよ。そう言い、彼女は一方的に電話を切った。正直、二度とかけてきてほしくないので、着信拒否に設定させていただくことにした。クビになった後、俺は岡山さんに事の顛末をすべて話していた。会社が変わってしまったことや、俺個人に対してしてきた嫌がらせのすべてである。ひどすぎる。その上、クビにするなんて。
経営者、いや、人としてどうかしてますよ。まあまあ、落ち着いて。もう決まったことだし、今更どうにもならないから。俺の話を聞いた彼は、まるで自分のことのように怒りをあらわにした。状況を知った彼は、その上で、あえて俺が元いた会社を訪問したらしい。その時の様子を教えてくれたが、思わず笑ってしまいそうになる話であった。俺の代わりに商談の担当をしたのは奈々さんであったらしい。本当に俺がいなくなったのだなと実感した岡山さんは、あえて聞いてみたという。あれ、広瀬さんはお休みされているのですか？無能なジジイなんて解雇しましたよ。本件、今日からは私と二人で進めましょう。彼女はまた変にふわふわした喋り方でそう言ったらしい。そういえば、初対面の時、奈々さんは彼を食事に誘っていたが、彼女はまだ諦めてなかったようである。危機として無能ジジイを解雇した話をする彼女に腹が立ち、岡山さんは怒涛の勢いで質問した。彼のどの辺が無能なのですか？うちの会社は、広瀬さんとは付き合いは長いですが、彼は語学も堪能で商品の知識も半端ない。彼に頼めば間違いないと大手同業者も言ってるんですがね。どんなところが無能だというのか具体的に教えてくれませんか？それは、まさか岡山さんがそこまで問い詰めてくるとは思いもしなかったのだろう。奈々さんは言葉を詰まらせてあたふたした。何も答えられない奈々さんに、岡山さんはさらに言った。これから他社で彼の争奪戦が起こるでしょうね。再就職するのかは広瀬さん次第ですが、弊社も名乗りを上げたいと思います。ここまで追い詰めてから、彼は商談の話を始めたという。だが、彼女はその30億の仕事のことは何も把握していなかったらしい。商品のことも全く知らない様子で、最終的に奈々さんはパパに助けを求めたのだとか。その様子を見た岡山さんは、ダメだこりゃ、と呆れ、取引の話は白紙にすると伝えた。立ち上がって帰ろうとした彼を奈々さんが止めたらしいのだが、そんなこと言わないでください。私、岡山さんのこと素敵だと思ってて。彼女は親の目もはばからず、色仕掛けで解決を試みたのだ。そういう下品なことは本当にやめていただきたい。岡山さんはそう冷たく言い放った。そして銀次社長に向かい、今日のことは詳細にありのまま会社に報告します。と言って会社を後にしたそうだ。彼が勤務する A 商社はかなり厳しい会社であるため、そんなことがあったと知れば今後の取引はなくなる可能性が高い。銀次社長はそのことを理解し、その場に崩れ落ちてしまったそうである。ある夜、俺の自宅にはとあるお客さんが来ていた。岡山さんである。彼の隣には俺の娘である清香が座っている。何を隠そう、この清香と岡山さん、いや、慎太郎くんは婚約中なのだ。慎太郎くんの会社のイベントに参加した際に知り合い、互いに一目惚れしたのだという。来週末には結婚式を挙げる予定だ。お父さん、あんな会社辞めて正解ですよ。一連の出来事を経て、銀次社長と A 商社は契約を破棄することになったらしい。大口の顧客を失った銀次社長は、多額の損失を抱えることになるであろう。前の社長は人格者だったんだがな。商談相手ではなく、義理の親子として、俺と慎太郎くんは一緒にビールを飲んでいる。営業マンモードの彼も立派だが、今の彼も陽気で明るく信頼できる男だ。娘さんはあのありさまですけど、息子さんは優秀だって聞きましたよ。長期出張中にお父さんの事件を知って、この前飛んできたみたいですが。ああ、りくくんか。奈々さんには何歳か年下の弟がいる。杉田りくくんだ。彼は小さい頃からおじいちゃん子で、よく乗りかず前社長と遊んでいた。
前社長と親しかった俺も、りくくんと何度か遊んだことがある。元気で素直ないい子だ。確かに、りくくんは銀次さんなんぞよりよっぽど優秀だよ。りくくんは会社の副社長をやっている。しかし、銀次社長は自分に権力を集めており、副社長とは名ばかりであった。今回の件で疲弊した銀次社長とりくくんの戦いがどうなるか、そしてりくくんがどう会社を立て直すか、見物である。いやー、残念だな。りくくんの仕事ぶりをそばで見られないとは。そう気づいた俺は、ここで初めて辞めたことを後悔するのであった。その時、インターホンが鳴った。こんな時間に誰だろうと見てみると、ちょうど噂をしていたりくくんであった。おお、りくくん、久しぶりだね。こんな時間にどうした、としおさん。この度は申し訳ございませんでした。彼は突然大声で謝罪しながら腰を90度に折った。それにも驚いたが、彼の後ろに気まずそうな銀次社長と腕を組んでふてくされる奈々さんがいたことも驚愕だ。あれ、副社長さんじゃないですか。どうもお世話様です。俺の背後からりくくんの声を聞いたのであろう慎太郎くんが現れた。彼を見て杉田親子三人は目を丸くする。岡山さん？なんであなたがこんなところにいるのよ。今更何をと思ったが、そうか、彼らが俺たちの個人的な事情を知っているはずがないか。何でも何も、彼は私の娘の婚約者ですが。俺がそう言うと、奈々さんはめまいがしたのか倒れそうになる。家の前で怪我人を出したくはないので支えようとしたが、近くにいた銀次社長が彼女の肩を支えて事なきを得た。りくくんが姉と父に謝罪を促すと、二人は反省していない様子で口だけの謝罪をした。この二人は懲戒解雇とします。これからは僕が社長として会社をやっていく予定です。そっか、おめでとう、りくくん。のりかず前社長の優しさを色濃く継承しているりくくんであれば、またいい会社にすることができるだろう。あの世の彼も喜ぶはずだ。しかし現在、多くの社員から退職届が出されています。みんな、としおさんの後追いです。会社を立て直すには俺の力が必要なのだと、りくくんは熱弁する。複雑なお気持ちはお察ししますが、それでも、祖父が信頼していたあなたに近くで見ていてほしいのです。お願いします。どうかどうか。どうせもうすぐ定年だからと断ろうと思っていた。しかし熱心な彼の姿に在りし日の前社長の姿が重なった。こんなにも誠実な青年の願いを突っぱねるほど俺はひねくれた人間じゃない。わかった。こんな老いぼれだけど目をつむるまで、りくくんにお供するよ。そう伝えると、彼は飛び跳ねて喜んだ。急に子供に戻ったかのようであり、俺はそんな彼を微笑ましく思った。りく新社長の計らいにより、俺は元いた部署に再配属。退職届を出していた仲間たちは次々に撤回し、また同じメンバーで仕事が始まった。慎太郎くんが、A 商社の偉い人に事情を話すと、なんと取引を再開してくれることになった。向こうさんとしても、うちとの取引を解消するというのは苦渋の決断だったそうだ。これまでは現場主義で昇進を断り続けていた俺だが、例の一件で考えを改めた。ある程度の地位にいれば社員を守れると気づいたのだ。空いた部長の席に行くことを了承し、部下を持つことになった。この年で今更新人部長かとも思ったが、すでに仲間からの信頼は得られている。あとは理想の上司になれるように頑張るだけだ。目標は、そうだな、のりかず元社長のような人を目指すとするか。ある日、俺は激しく緊張していた。
清香と共にバージンロードを歩かなければならないからだ。今までありがとう。仕事してるお父さん、かっこよくて、私の自慢だよ。娘に突然そう言われ、思わず泣いてしまった。まだ舞台裏だというのに、これではこの先が思いやられるな。これからもかっこいいじいじでいてね。清香はさらに自分のお腹をさすりながら言った。清香の妊娠が判明したのは今から少し前のこと。退職して孫の面倒を見る専門のじいじになろうかとも思っていたのだが、仕事のモチベーション的にそれはかなわなそうだ。扉が開かれ、豪華な演奏と式に参加した人による拍手が耳に飛び込んできた。バージンロードの先には慎太郎くんがいる。キョロキョロしたり、ズボンの折れ目を触ったりしており、緊張しているのだと伝わってくる。娘を嫁がせたら、俺の役目は終わり。そう思っていたのだが、そういうわけにもいかなくなった。これからも現役バリバリでやっていこう。そして、若い夫婦の支えになれるよう頑張ろう。教会の美しいステンドグラスを見ながら、俺はそう誓うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。